ね、今回は、続けたいと思います。前回しましたリードの、ね、原則、リードを切らないこと、それからコースを正確にですね、これを守りながらね、もう皆さんテクニックだいぶ良くなりましたから、守りながら続けてみたいと思います。今回するステップはバックスライドというステップですね。まあそうですね、方向はとりあえず、どういう風でもいいので、こうしようかな、こうしようかな、ね、ワン、ツー、スリーのね、あのツーハンドホールド、日本の手の順手ホールドになっております。ファイブ、シックス、ステイ、もう一回、この横のサイドベーシックしましたら、今度は男性がこう、これは右肩を引くので右回転ね、しますが、まあいろんな方法ありますが、今回は女性の、左腕、自分の右腕を上げて、女性には回転をしてほしくないので、安易にすると女性も回転してしまいますね。当然こうやって、ね、背中合わせで一緒に回転、そういうステップもございますが、これは男性のみ回転するので、こちらの手はですね、とりあえず押さえつけておきます。回転するなよと。ね、回転しないでくださいますかと。そして、ここを上げて自分だけ出かけるような感じにしますね。ここを残しておきますね。最初からあんまり細かく言うと、恐ろしくなってしまうかもしれませんが、こうね、残しておきます。これを連れていく場合なので、いずれにしろ男性が、袋、5、6、7、8でこのように、これは女性のハンマーロックをされる男性バージョンですね。女性こういうふうにハンマーロックしますが、これの男性が自分でハンマーロックになるというかね。なので、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトですね。そして、そして今こういう状態になりましたので、女性、ちょっと腕を固くしてくれるかな。固くすると、全部が倒れてしまいますので、腕は、基本的には茹でたスパゲティのように、柔らかくしておりますね。ただし、最小の芯といいますかね、あまり確かに歌うとでもダメなので、どちらかというと、茹でたスパゲティのようにということは、特に外人のコーチが悪い例として言うんですね。何か回転をね、回転をさせるとかそういう時に、あまりにもスパゲティのようだと、ね、こう回しても伝わらないので、それはダメだよと言うんですが、かといってバチャーとかサルサの場合、硬すぎても、例えばヘアコームをしようと思う時に、硬すぎたんでは、ね、硬くしてね、反応できませんからね、やっぱりある程度柔らかくしておきたいですね。さて、今は、こうなっておりますので、今日説明が長いですね。ね、で今、5、6、7とね、そしてこういうふうに女性の後頭部に、女性の右ですね、向かって左というか、右の側を通って、右の鎖骨に落としてすぐ握手する手になりますね。それを、オールしますから、ワン、ツー、スリー、フォーですね。そして、とりあえず、ファイブ、シックスと、普通にサイドベーシックの袋を後半するようにしつつ、ファイブ、シックス、セブンで、男性はいきなり2分の1回転して、このスケーターズホールドになります。では、もう一回その工程を2回までゆっくりお見せしましょう。ワン、ツー、いいかな、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、ちょい離れますね、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ね。そしたら、この向きのまま、一種のタンデムポジションのまま、同じようにサイドベーシックをしますね。当然ですが、男性は最初、こちらへ行きますね。西へ行きますが、女性は東へ行きます。ので、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、
1234、1往復でももちろんいいですね。今日はここまでで、終わり方はまた次回しますので、ね、もうペンじゃあそこまでをしましょう。ワン、ツー、スリーをね、相手がいる方は一緒に踏んでしましょうね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ループ。ワン、ツー、スリー、フォーね。そして、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、今度この向きからもう少し噛み砕いてね、説明しましょう。ただし、まあ、今までね、これそんなに複雑な入れ替わりもありませんので、まず往復を1回します。5、6、7、8ね。そしてまた、1、2、3、4しましたら、自分だけ回るので、自分の左手はあまり動かさないようにしますね。動かしちゃうと女性も回っちゃいます。そしてループしてワン、ツー、ソフトに下ろしてきてシェイクハンド、ね、でいきなり入ろうとすると女性を引っ張ってしまって女性がこうまた、ね、何をしたらいいのか分からなくなってしまうので、まずは2歩は普通のシャッセ、ね、シャッセというのは開く閉じるというパターンですね。ワンじゃなくてファイブですね。ファイブ、シックス、そしてそのまま続ければ当然女性は開きますから、ね、でそこのここの空いたところに180度、ね、北を向いていたのを南に向きを変えて、そしてすかさずリードを切らないために手を出しますね。そして女性を、そのままこちらの普通のベーシックにいざなうようにしながら、自分は小さくにワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトしますね。まあ、一応今回1往復にします。さっきまで2往復でしたけどね、何回でもいいですということですね。この向きからしようかな。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、男性右回り、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、それ左回転でこう入りますね。で、ワン、ツー、スリー。まあ、手をうまく操ってね、わかりやすいようにじっとしてますと、こうやって手をうまく多少持ち替えて、別にそのままも結構ですけどね。あまり強く掴まないようにして、女性を左、右ね。もちろん自分もステップするわけですから、手の誘導と反対ですね。同じ方に行っちゃったら同じ方に行きますからね。だから自分は左へ行くけど、女性を右に移動させます。さて、ここで、ね、一つ重要な留意点が、鼻が痒くなりました。ありますけども、こういうステップをですね、すると、まあ、3人に1人ぐらいの女性はですね、今こういう風になりました。ね。で、男性こっちへ行くので、女性もそちらへ行かなきゃいけないかと、勘違いするわけですね。まあ、それはある意味当然ですね。こうやってベーシックをするとき、例えば、ファーをね、こういう風に、一緒の方向に行きますからね。まあ、こういう風に反対に行ったら、間違いですよね。なので、当然女性もですね、男性がこうね、行くと、わざわざ足を直してですね、つまり、ここで、ワン、後ろか。ね、ワン、ツー、スリー、フォー。じゃなくて、ワン、ツー、スリー、フォー。で、ファイブ、シックス、セブン、エイト来ますね。当然女性は次は右から、ワン、ツー、スリーなんですが、男性はこっち行くので、わざわざ足を、男性の足を見て、行きかけたのに、やめて男性に揃えて、5、6、7。これではバックスライドの意味がありませんので、ね、また、ゆくゆくね、上級のステップとして、わざとこういうふうに足を取り替えて、同じ方向に動くというステップも存在します。年がら年中反対でもね、退屈なので。しかし、そうすると、じゃあそういうステップもある。でこういうステップもある、混乱してしまいますが、そういう原理はこう考えてください。やはりダンスは女性が主役なので、まあ、リンディホップとかですね、女性が主役で
あると言いにくいものもありますけれども、とにかく女性が主役です。女性がね、やっぱりね、男性が優しく女性に対して心地よく、ね、踊っていただく、踊らせてあげるというとちょっと高みじょになっちゃいますけどね、踊っていただくというのはダンスの原点なので、でそれはどういうことかというと、女性がわざわざ道順を覚えないというかね、ここでこういうふうに変えるとか覚えずに、わかりやすく言えば女性としてはいつも年が年中ね、こういうふうに普通の踏み替えで1,2,3,4,5,6,7ね、こういうふうに踊って、男性がうまくそのリードしたりして、男性がその調節したりすると、ね、だから女性が慌てて足が違うってんで、ね、そういうことはほとんどありません。別に女性が何もできないというふうに見下してるわけじゃないんですよ。そうではなくて、女性はそういうふうに半分覚えでもね、男性のリードで心地よく踊れると、まあ哲学的な話になりますけれども、男性というのはやっぱりこのメカニックね、自動車を操縦したりとかですね、何かをこう動かす、まあ大げさに言うと支配力というかね、操縦したりすると楽しいというのがありますね。女性は逆にですね、自分で車を運転してドライブに行くと楽しいという人もいますけども、まあ、かっこいい男性にですね、助手席に乗せてもらって、別に自分が運転して道を覚えなくても、男性が連れて行ってくれる。そういう方がどちらかというと、楽しいじゃありませんか。ね、なので、バチャータ、サルサ、みんなそうです。ですから、とにかく言いたいことは、ね、こういうふうに、5、6、7、8って男性がこっち行った時に、女性も慌ててこっちに揃えてね、こういうふうに踊る必要は全くないということですし、男性としてはそういうふうにリードしているのに、女性が真似すると向かってきますので、覚えてくださいね、女性の皆さん。なのでそれだけ注意してですね、結局は、ね、女性はいつも通りベーシックを踏めばいいというね。ではもう一回ね、簡単にするので、相手がいい人は一緒にしましょう。この向きかな。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6, 向かいですね。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8 では今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。